ビットーリア・デッラ・ローベレは、トスカーナ大公フェルディナンド2世で、メディチの日。ウルビーの公子フェデリー・コ・バルド・デラ・ローベレと、クラウディア・デ・メディチの一人娘として、ベーザロで生まれた。父の死後、母が、オーストリア大公レオポルト・5世と再婚したため、デッラ・ローベレ家で養育された。彼女は敬虔なカトリック教徒として育った。1623年、ビットーリアは、 重慶フェルディナンドと婚約し、1634年に結婚した。祖父フランチェスコ・マリア2世、デル・ダ・ローベレが亡くなると、ウルビーノ公家の推定相続人となったが、広告はローマ教皇ウルヴァヌス発生により、教皇領として吸収され、接収はならなかった。メディチ家はデル・ダ・ローベレ家の豊富な芸術コレクションを受け継ぎ、 これらは現在、津美術館やピッティ宮殿で見ることができる。二次が幼くして亡くなり、1642年に生まれた長男、コジモの教育をめぐって、近代的な教育をしたよとフェルディナンドと対立した。結局、ビットリアが厳格なカトリック教育を少年に強いた。次男フランチェスコ・マリーアは1660年に生まれた。 フェルディナンドとビットーリアの結婚生活は不幸だったため懸命にも何年も別居した。老齢になるとビットーリアはモンタルベ修道院に長期滞在した。ビットーリアは1694年にピサで亡くなった。ありがとうございます。